はようございます。府中東高校インテリア科3年の宮町ひろです。 RCC スクール広島中高生ニュース。今回は普通科、都市システム科、インテリア科の3つの学科を有する府中東高校から工業クラブの気になるニュースをお届け。府中東高校にはドローンを操縦できる生徒がたくさんおり、中にはドローンのライセンスを持った生徒もいるんです。ドローンを使ってどのようなことをしているのですか？はい、ドローンを飛ばすときに写真やビデオなどを撮っています。天候など風に左右されるので難しいです。鳥に襲われる時があるのでヒヤヒヤして飛行させています。実際ぶつかった場合はどのようになるのでしょうか？落ちて機体が壊れます。そうなんですね、はい、一番心に残っていることは何ですか？小学校の150周年記念の一文字を取りに行ったことが印象に残っています。ドローンを始めたきっかけは何ですか？将来何かの役に立つだろうなと思って興味があって始めました。そんな工業クラブがドローンを操作する様子を実際に見せてもらいました。狭い空間でも難なく操縦していますね。見てるとやっぱり難しそうだなと思います。慣れたら楽しいですよ。本当ですか？以上、府中東高校工業クラブでした。バイバーイ。